ゴスケさんです。今ナチュラルでゴスケさんって自分のことさん付けで呼んだよな。気持ち悪い。なんかさて、またこれを見終わった頃にはきっと消化不良な感じのになると思います。はい、消化不良がお嫌いな方は戻るボタンでお戻りくださいませって感じなんだけどね。これまあ1回目じゃないんですよ。何回かやってるんだけど、これいいかもな。実験中です。危ない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 、ほらこぼす。もう映ってないね、これね。そうなの。だからスタンドがいるの。ものの見事にやったね。ここちょこっとこぼれてんだけど、映ってない？ほら、ほら、ちょっとだけだけど、ここが、ここが、どこだ？どうやったら映る？あ、角度的に映んないか。ふむふむ。まあまあ実験なので、これでいいんだけど。でこの実験ってさ、まあまあ楽しい作業であるんだけど、面白いっていうか、こうなんていうのかな、知りたい気持ちが満たされるっていうのかな、なんで面白いんだろうって考えちゃうとスパッと答え出ないんだけどね。実験ってでもワクワクするんだよね。ほんと子供の頃からそうだよね、これは。でね、自分だけよきゃいつも使ってる革だけやればいいんだけど、そうではないもんね。そうではないから、またそうではないから面白かったりするんだけど、あれこれどっちだっけ、分かんなくなった時はもう一個、あ、これはもういいんだ、これはもう塗らないからいいんだね。ね、この滑ると粘るがあるでしょ、ポリッシングリキッドです。これを自分の普段使ってる革とか、そうじゃないものにもとか、かなり特性が違うものとかにも実験をするわけですよ。要はね、ちょっと前にも言ったんだけど、均一な曇り具合っていうのかな、艶が出ないんじゃなくて、艶消しの仕上げ、大人な仕上がりっていうのかな、そんなのがちょっとね作れたらなと。そんでその大人な感じの、すげえ大人なのか、ちょっと大人なのか、そこら辺の微妙なところを調節できる添加剤があったら、ちょっと嬉しくないですかって思うんです。ね、理想をね、追い求め始めたらキリがないんですよ。でもね、もうね、あっちにいっぱい映ってるけど、やんなきゃいけないこといっぱいあるの。だから、これは休憩時間です、僕の。休憩時間も仕事時間もね、同じようなことやってんだけど。でね、
違う。何これ、何これだよね。あ、それぞれ違うわ。それとか磨く方法を変えたりとかね。そうなんですよ。ちょっとね、まあ、まだ発表できる段階にないんだけど、ね、ラインナップを増やします、うん、でもだ、その用途とかさ、どんな感じなんだかもさね、僕がやるからには説明できないとしょうがないじゃん、やっぱり。あ、これいいな、うん、これが一番結果はいいな。あの、今は光ってますよ、とても光ってんだけど、そうじゃないんだよ、そうじゃない、光だけを求めてるわけじゃない。そう、あのね、大人な感じが欲しいんですよ。ただただこうね、ただ光ってる、光るじゃねえな、そう、この間書かないでやってたじゃん。でこっちが、こっちが、今皮2種類ですけど、もうちょっとね、他の種類の皮でもやってみようかなと思ってますよ。まあね、あの、もともと皮に入ってるこのタンニンの量とか、なんていうかな、オイルの量とか結構違う。結構ね、両極端に振った皮で今実験してます。まあ、両極端なのね、やれば一番分かりやすいかなと。似たような皮を何種類もやってても訳分かんなくなっちゃうからね。もうね、こういう切れっ端はね、いくらあっても最近は足んねえ感じがするね。うん、こう今目をつぶしてるんだけど、こういうこともしないで、こういうこともしないでやるっつうのも悪くねえのかな。本当2種類だけでもさ、いろいろ配合によって変えられるじゃん。これが3種類も4種類も5種類もあったら、皆さんね、あの、嫌になっちゃうよね、逆にね、と思うんですよ。でもね、これはやんなきゃいけない。楽しいんだけど、よっ、あ、いかん、いかん、ホルダーから外れたし、よいしょ、よっ、よっ、よっ、バリ映ってる？映ってねえな、この辺なら。これがね、ちょっとごめんよ、よっ。これぐらい添加するっていうのもあるんだけど、ほんと正確な測りとか欲しくなってる俺今。こんな感じかな。で
これ。ほんで、これがね、これがちょっといい感じなんだよね、今のところ。添加量はこんなもんでしょうか。はい、戻す。もうちょっとね、煮詰まってきたらね、もうちょっとオイルを作ってもいいんだけど、今感じをつかむぐらいなので、液体やばいよ、液体はやばい、本当に。決してね、このなんていうの、今使ってるこの粘りと滑りのこの塩梅が悪いっちゅうんじゃないですよ。これはこれで一つの完成形だと思ってます。まあまあ、なんか書いてあることでね、書いてあることでちょっと想像してみてくださいませ。あー、やばいなー、やばい、またこれ迷うじゃん。こっちのは滑りに対してこれは性能がいいし、粘りに対してはこっちの方がいいしっていうね。あと1種類追加しようかなと思ったけど、1種類じゃ済まなくなりそうだなー。絞れるかな。これいいよ、うん、感覚ね、感触。今やってるのは、ツヤは出ちゃう。だけどいいの、これでっていう設計なの。出来上がりは明日なの何を、そうなの、そうだって。そうなの、ね、リゼットのリュウさんとちょっといろいろ情報をもらいながら僕が今やってるところでございます。いずれじゃこっちはどっちのにもあまり僕は好きな感じじゃないな。でもこの液体は欲しい、うん、これとあれは入れよう、うん、そうしよう。で、本命のこれ、これが本命なんですよ。これが本命。どうだろうな、これが本命。今までの感じでいくと、うん、イメージが違う。こうじゃねえ気がする。
でもね、とても幸せですよね。あの試作の液体があるっていうこの幸せ度。うん。派手すぎないっていうか、ギラつかないっていうかね、大人の小判を作りたいというかね。ね、光る方向にみんな行くじゃん、どうしても。そうじゃねえのがあってもいいじゃん。感触が一番いいのは、オイルが多いかは少ないかは、まあまあ密度の関係もあるんだけど、これで感触が一番良かったのは、こっちで一番良かったのはやっぱこれなんだよな。で、これは感覚ね。で、仕上がり、これは翌日です。あ、でも少し結果出てきたかな。これなぁ、もうちょっと粘度落とせねえかなぁ。結構硬いんですよ。あとね、染色をしてから仕上げ剤をやる人もいるじゃん。その辺もあれだよね。気になるっちゃ気になるよね。はい、あのモヤモヤっとした感じでしょ。このままモヤモヤっと終わります。うん、ちょっとね、これ結果が出るまでね、ちょっと時間がかかるんでね、これの結果とかコンセプトとかを発表の時まで一緒にモヤモヤしましょう。じゃあね。